はい、どうも皆さん、こちらミネットです。さあ、というわけで、今回はですね、海外の、ウォルマートさんという会社から、新しいスクリーンショットが登場したということでですね、今回はちょっとそちらを動画の前半で紹介して、で、中盤ですね、動画の中盤に、ダイレクトですね、集まる動物の森のダイレクトで、ちょっとね、日本版と海外の方の、ダイレクトで違う点がございましたので、そちらを紹介するのと、最後はですね、ちょっと動物の名前の由来について喋っていきたいなと思います。というわけで、今回はこちらの3部構成でいきましょう。よし、というわけで、まずはですね、ウォルマートさんのところから届いた、スクリーンショットの画像を見ていきましょう。まず最初がこちらになります。これが水族館の中の画像になってるんですが、ちょっとね、変わった点が、いる魚ですね、エイとサメが、なんとこっちの水槽にもいるということで、前回出てきた、ニンテンドーダイレクトで出てきた、でっかい水槽があったんですけど、なんか俺全部さ、この中に、サメとかがぶち込まれるんじゃないかって思ってたんですが、なんかサメもサメでいろんなところに行ってそうですよね、これ見た感じ。てか、博物館の中で思ったのが、これクラゲですよね。なんかクラゲも取れるんだなとか思ったりしました。まあ、なんとなくね、俺の中でサメとかシーラカンスとかリュウグウノツカイとかは一緒の水槽の中にいて、で、他の川の魚と海の魚で分けられるんじゃないかって思ってたんですが、なんかこれ見た感じ、他の水槽の中にもサメが入るような気がしますね。奥で繋がってるってことはないよな、さすがに。さすがに全部繋がってどこにでも行けるっていうことにはないんじゃないかって思うんだけど、どうなんでしょうね。っていうのが1枚目の画像になっております。てか、クラゲいるんですね。クラゲどうやって捕まえるんだろう。な、飛び盛りではぶつかってくるイメージしかなかったんだけど、クラゲ今回寄贈できそうな感じしますよね。っていうのが1枚目の画像になっております。で、次の画像がこちらになります。これが DIY している画像になるんだけど、今までしていた DIY って基本的にタヌキチの案内所でするか、外でするかの2択だったんだけど、今回出てきたスクリーンショットによれば、どうやらですね、家の中でもDIY ができるということで、まあ、本当にレシピさえ覚えてしまえば、どこでも DIY できるのがわかるかなと思います。で、次の画像に行きましょい。次の画像がこちらになっておりまして、これが多分柵を立ててる画像なのかな。多分柵をトントンって叩いてる画像になっていて、まあ、それ自体はね、任天堂ダイレクトであったんだけど、ここの映像の部分ですね、ハンマーを持って、ちょっと、柵を、バンと立てるっていう映像になっていて、まあ、これ自体はね、あったんだけど、後ろにちょっと別の、あれが出てきますね。スコップが出てきまして。まあ、多分ね、これ自体は色を変えてるだけだとは思うんですけど、で、一応ね、前回にも黄色か金色かの、スコップが出てきておりまして、今回出てきたのがちょっと抹茶色の、スコップが出てきましたので、これを見た感じ、どうやら、スコップの色も変更できるんじゃないでしょうか。なんか持つところも変えられそうですよね、見た感じ。これさすがにさ、しょぼいスコップの色じゃないよね。ちょっとなんか、ちょっとね、画像がぼやけていて怪しいラインなんだけど、多分ね、別物だと思います。モサキチを、まあ、みんなで誕生日を祝っているっていう、多分モサキチを祝ってると思うんだけどね。誕生日バースデーをしている、画像になっております。なんかこれ見るだけで、本当に嬉しい気持ちになりますね、こっちまで。ちょっとサクサク進んでいきましょう。みんなで釣り大会をしている画像ですね。みんな釣り竿を持っているので、多分そうだと思います。ちょっとね、釣り竿の色が違うんですね。多分しょぼい釣り竿ではなくて、まあ、普通の釣り竿のちょっと上位互換みたいなやつなんじゃないでしょうか。一応前回のダイレクトの部分にも、ここで、まあ、スコップの後に、ここにね、一応、釣り竿が出てきてたんだけど、多分これとほぼ同系列の、釣り竿なんじゃないでしょうか。若干色が違う気がしますけれども、新しく釣り竿が出てきました。っていうのが、スクリーンショットの画像になっていて、で、次の画像がですね、セミがいて、木の枝を拾おうとしている画像になってるんだけど、セミのリアルさ半端ねえな。ちょっとセミのリアルさにびっくりした画像になっておりまして、で、これがね、ウォルマートさんのところで新しく出てきたスクリーンショットの画像になっておりまして、で、次の話題に行こうかなと思いますが、日本版の任天堂ダイレクトと海外の方の任天堂ダイレクトで、ショップの中のアイテムが違いましたので、今回はそちらを紹介していこうかなと思います。ギターと、あと椅子が日本版の商店にあったんだけど、でね、海外のやつになると、サンドバッグと、あとコンロになっていて、前がね、ちょっと一箇所だけ違うんだけど、これなんだろうな、筆？
筆かな、筆取るやつかな、なんか謎なものが一個置いてあって、まあ、海外ではこちらの映像になっておりまして、で、エイブルシスターズの中身もちょっと違います。で、エイブルシスターズですね、仕立て屋さんの中に入ると、お化けの被り物とか、あと服類がこう並んでいるんだけど、海外の方ではちょっと違います。こちらですね。まあ、もちろんね、エイブルシスターズ、今までのシリーズも毎日、商品が変わっておりましたので、集まれ動物の森でも変わるんじゃないでしょうか。ただね、後ろのね、あれは変わらんかったんだな。ここの、後ろの部分の服、並んでる服に関しては、どうやらですね、海外の方も一緒ということなので、まあ、毎日多分変わらないんじゃないかなと思います。でさ、今回出てきた海外の映像を見た感じ、これってさ、なんかセット販売なのかな？今までセット販売ってなかったんだけど、マネキンに着せている服装と帽子が違うので、もしかしたらこれ全部合わせて、エイブルシスターズの値段的にどうだ？これ全部多分合わせても1800ベルぐらいで多分購入できると思うんだけど、もしかしたら今作からセット販売ができるのかもしれませんね。で、最後にですね、シャンクの画像になるんだけど、こちらになりますね。まあ、商品のラインナップが変わってるだけで、アイテム自体はそんなに変化はないんだけど、靴が3種類、4種類かな？靴3種類だよね。靴3種類の、靴下が3種類、バッグが2種類、で、リュックが3種類あるんじゃないでしょうか。多分これよりも先はないと思うんだけど、で、シャンクとかは島にずっといるわけではなくって、どうやらローランとかと同じような扱いで、たまに島に遊びに来て、フラッと遊びに来て、で、物を売っていくっていう感じになるので、基本的にはエイブルシスターズで売ってるようなものではなくて、特別なやつになってると思います。ちょっと説明聞いてみましょう。また島では作れないような品物をお持ちくださる行商の方なども積極的に受け入れいたします。ということでですね、DIY ではシャンクの売っているものっていうのは基本的には作れなくなっておりますので、シャンクが来た時はぜひぜひ覗いてみてはいかがでしょうか。というわけでですね、今回こちらが日本版と海外版でちょっと違った点だったんだけど、そういえばね、アイス家具出てきてたじゃないですか。アイス家具なのかどうかわかんないけど、この後ですね、秋が来て、で、冬になるとちょっとアイス家具が出てきたんですね。これ多分アイス家具なんじゃないかって話をしていて、今までのシリーズって結構めんどくさかったんですよね。アイス家具を手に入れるようと思ったら、基本的に雪だるママっていうお母さんがいて、で、雪だるママを作って、飛んでいる雪の結晶を捕まえて、それを何個か持っていくことによって、アイス系の家具がもらえたんですよね。なんだけど、今作はですね、どうやら、DIY のやつを見た限り、ここら辺もね、作れるんじゃないかなと、ちょっとね、よくわからないアイコンが、3つほどポンポンポンって出てきてるんだけど、なんかそれさえ目つぶってしまえば、これとかも DIY で作れるっていうのがわかるんじゃないかなと思います。なんで上のいろりは何もワークついてないのに下は3つついてるんだろうな。これなんか作ったことあったらチェックされてるとかなのかな。ここら辺ちょっとわかんないんですけど、一応アイス家具とかもどうやら DIY で作れるということがわかるかなと思います。正直ね、俺 DIY っていう機能が結構いいものだなって思っていて、飛び盛りだったらやっぱりデパートか、もしくは R パーカーズか、今だったらちょっとふるさとチケットを使ってオートキャンプ場に行くっていう手段があって、そこからね、家具を購入していくんだけど、まったりやる分にはね、全然いいんだけど、やっぱ欲しい家具がね、どうしてもなんかこの家具欲しいなって思った時に、やっぱその家具が出てくるまで結構ね、待たなければいけなかったんですけれども、今作からですね、DIY で自分で作成することができるので、かなりね、今までのシリーズよりは自由度が上がったんじゃないかなと思います。というわけでですね、最後に動物のちょっと名前の由来の話をしていこうかなと思うんだけれども、結構みんな知ってると思うんだけど、しずえさんとケントさんはシーズでしずえで犬でケントからだと思ってて、で、リサさんと改造ですね、 R パーカーズのリサさんと改造に至ってはリサイクルショップのリサと改造リメイクできるから改造っていうのと、で、店の名前の R パーカーズは多分アルパカから来ていて、ことぶき村長に関しては、単純に長生きの長寿って意味からことぶきってついたと思うし、レイジに関しては、なんか名前系者の英語がレイジーっていうから、そこからレイジーってついた
のと、で、あさみさんと絹代さんとケイトさんですね。ケイトさんの本名が琴乃って言うんだけど、あさみさんが朝、絹代さんが絹、で、ケイトさんがケイト、で、琴乃さんはコットンから来ているんじゃないかって言われていて、で、店の名前のエイブルシスターズは、エイブル、カノ、みたいな感じで、なってるんだけれども、で、今作からですね、いろいろ住民が増えまして、ロドリーというのがね、新しく出てきたんですよ。ロドリーと、もう一人、モーリーっていうのが出てきたんだけど、ですね、これの名前の由来がね、本当にわかんなくって、ただね、ロドリーとモーリーに関しては、海外では、ウィルバーとオービルって呼ばれてるんですよね。で、これなんでウィルバーとオービルっていうかっていうと、昔、ライト兄弟っていう人たちがいて、それがね、アメリカ出身で、飛行機の発明者で、世界初の飛行機のパイロットの名前が、ウィルバーとオービルさんっていう名前だったんで、そっからね、ウィルバーさんとオービルさんっていう名前がついたっていうのは、なんとなく想像できるかなって思うんだけど、ロドリーとモーリーに関しては本当に、なんでこの名前だったんだろうなって思ったりしてます。一応なんかね、モーリーとロドリーで検索したんだけど、なかなかね、検索がヒットしなくって、多分ね、何かしらかけているんじゃないかななんて思ったりもしています。売りに関しては売り棒から来ていて、レックスはわからんな。多分なんかカメリオンかそこら辺から名前が来ている気がするんだけど、レックスもまだね、明確には判明しておりませんと。ジャスティンとかね、すごい納得できたんだけどね、ビーバーがついてるからジャスティンビーバーみたいな感じで、すげえわかりやすかったんだけど、レックスとかね、他の住民に関してはまだね、そこら辺、後々ね、調べていけたらなと思います。というわけでですね、今回は、ウォルマートさんの方で新しいスクリーンショットの画像が出てきたというのと、あと、集まれ動物森のダイレクトで、海外と日本で違うというお話と、動物の名前の由来のお話でした。今回はこれにとっておきましょう。じゃあな。